本藤修は日本の生命科学者、京都大学医学博士、大阪大学大学院生命機能研究科教授。世界で最初に生物の島模様がチューリングパターンであることを実証。色素細胞の相互作用で島が変化することも解明した。日本の研究を考えるガチ議論サイトを創設し、キリンのブチ論層やエッシャーの騙し絵についても造形が深い。 京都大学医科学教室講師、徳島大学教授、理科学研究所チームリーダー、名古屋大学教授、日本分子生物学会第36回年会長、同会理事などを歴任。1959年、東京都に生まれる。高校時代は、サイエンティフィックアメリカンを読んでおり、遺伝子に関する実験も経験した。東京教育大学附属駒場高等学校。 卒業し、東京大学に進学。数学方面を目指していたが、解析学を苦手としたため生物方面に転身。1982年3月、東京大学理学部生物科学科を卒業する。1984年3月に、大阪大学医学部医科学習士課程を修了し、同年4月に、同大学院医学研究科博士課程に入学。 大阪大学時代から本女優の下で研究に取り組んでおり、翌年の1985年4月から京都大学大学院医学研究科博士課程に転入。免疫学に関する研究に取り組む。1988年3月に博士課程を修了し、医学博士の学位を取得。縦島巾着台。島模様のうち2本に分岐している部分は、 成長につれて移動し、本数が増えていく。その現象は、波として表現できる。1988年4月から1990年9月まで、日本学術振興会特別研究員として、東京大学医学部第一章科学教室に所属。1990年10月からは、日本学術振興会海外特別研究員や、スイスナショナル基金研究員として、 スイスのバーゼル大学バイオセンターにおいて細胞生物学に取り組む。スイスではバルター・ヤコブ・ゲーリングに指示。ゲーリングの助言でチューリング理論に詳しいドイツのハンス・マインハルトと出会う。さらに1991年にネイチャーに実際の化学反応として反応拡散波が起こることを示した記事が掲載され、近藤はそれが生物でも起こることを実証しようと決意する。 1993年4月から京都大学遺伝子実験施設の助手に着任。1995年8月からは本女優率いる同大学医学部位科学1講座の講師に就任。大学で免疫学の研究をしながら自宅に水槽を設置して縦縞巾着台を飼育。観察を続けた結果、反応拡散方程式のシミュレーション通りに 縦島巾着台の模様が変化することを確認する。生物の模様にチューリングパターンがあることを証明した。論文は1995年のネイチャーに掲載され、縦島巾着台の写真がその後の表紙を飾った。1997年4月、近藤は徳島大学総合科学部の教授に転任。同年、ベックマン奨励賞を受賞。二千二年四月には、 理科学研究所発生、再生科学総合研究センターに移動し、2005年3月まで、位置情報研究チームを率いる。2002年に、レロイ・エドワード・フットが、京都賞を受賞した際には、本女優が企画を務めたワークショップで、近藤も講演している。2003年12月には、理科学研究所に席を置いたまま、 名古屋大学大学院林学研究科機能調節学講座の教授に就任。2003年には特定の遺伝子に異常があるマウスを用い、毛の模様が波のように変化することを明らかにする。また、東京大学の武田博之とゼブラフィッシュを用いた分節時計に関する共同研究も実施。時計細胞の同調性を細胞や遺伝子レベルの分析やシミュレーションで検証し、 分節時計の作動原理が結合振動計であることを解明。論文は2006年のネイチャーに掲載された。近藤はゼブラフィッシュを対象とし、色素細胞の相互作用で模様ができることを解明。研究室では大量のゼブラフィッシュが飼育されていた。2009年8月、近藤は大阪大学大学院生命機能研究科の教授に就任し、 パターン形成研究室を率いる。ゼブラフィッシュにおいて、黄色と黒色の色素細胞が、相互反応して模様が変化することを解明し、2012年のサイエンスに論文が掲載される。同年、科学技術政策研究所の科学技術への顕著な貢献2012に選出される。一方で2010年度から、反応拡散波が骨の形態形成にも、 影響していないか研究を始めている。学会活動では日本分子生物学会の2013年年会の年会長を務め、2014年度からは同学会の理事に就任。一方2013年にはハモントラセント・フィボナッチが出版され、2014年にはビート・タケシと新長45で対談。2015年にはテレビ番組、 ところさんの目が天に出演するなど、生物の島模様の研究者として、著名になる。公務では2016から2017年度には、大阪大学大学院生命機能研究科の第8代目研究科長を務めている。ゼブラフィッシュは体が小さいため、骨への形成の研究に、近藤はエンゼルフィッシュも用いた。研究では、動物の形態形成について、 分子レベルの研究を進め、骨の形成に潜むチューリングパターンに挑む。2015年から2019年は、進学術領域研究として、3D モーファロジック生物の 3D 形態を構築するロジックの領域代表を、2019年からは、基盤研究 A、細胞が材料を組み立てて、体を建築する仕組みの解明の研究代表者を務める。趣味は、 熱帯魚、ヨット、ダイビング。山口智子のファン。漫画やアニメ、ゲームの話題を交えて話をするのが得意と自負している。1990年代後半に、国立遺伝学研究所でレクチャーをした際、数式を版書し終わった時に聴衆がみなねて、しまっていたことにショックを受け、伝え方を工夫するようになったという。マウリッツ・エッシャーの騙し絵についても精通しており、 日経サイエンス2018年8月号のエッシャー特集では、近藤の記事が掲載された。研究室サイトにおけるブログに加え、ツイッターで学会の模様を実況したり、研究者向けの議論サイトを開設するなど、インターネットを活用している。2013年の日本分子生物学会では、年会長を務め、ネイチャー編集部や、複数の文科省職員、マスメディアも招いた、 研究倫理のシンポジウムを3日間にわたり開催し、研究室のボスに発言しにくい研究者界隈の現状を憂い、山中晋也や大隅義則といった大物研究者の写真に落書きをするコーナーも設けているなど、ユニークな取り組みを展開した。近藤は恩師活上司であった本女優との関係を、ちょっと複雑な、しかし悪くない関係と呼んでいる。終始家庭。 博士家庭と近藤は本女優の研究室で過ごしており自分は一流であるから一流の研究ができるはずということを当たり前に感じる場だったというまたスイス留学中に本女から戻ってきて免疫の研究をやってほしいと声をかけられ帰国している京都大学の講師だった時には自宅で チューリングパターンを実証するために縦島巾着台の飼育と観察をしていたこと及びその成果を日本分子生物学会でポスター発表することを近藤は本所に黙っていた。ポスター発表が発覚して本所の部屋に呼び出された際に近藤は趣味と言い訳したがとても怖かったと述解している。後年免疫をやるというから呼び寄せたのにもかかわらず 魚なんぞにうつつを抜かし、とことあることに言われながらも、縦島巾着台が表紙を飾ったネイチャーは、医科学教室に長年飾られ、2002年に本所が企画を務めたワークショップでは近藤も、招待講演に呼ばれている。近藤が、日本分子生物学会年会で、大物研究者の顔写真に落書きをする企画をした際には、最初に、本所に許可を取りに行って開拓されており、 そのおかげもあって、他の研究者への依頼もスムーズに進んだという。学研メディカルシュールー社が発刊していた細胞工学に2011年から連載記事、近藤シュゲルの生命科学の明日はどっちだを連載。2013年に同社から出版された近藤の単調、ハモンとラセントフィボナッチ、数理のメガネで見えてくる生命の形の神秘。 ISBN 978から47億8090万8695はこの連載が元になっている。なお、連載は2016年3月の同志最終号まで続いた。近藤は大阪大学の近藤の研究室のサイトにも生命科学の明日はどっちだと題してブログを公開しており、細胞工学における生命科学でインディ・ジョーンズしようといった記事は ブログにも掲載されている。本女優が2018年のノーベル生理学・医学賞を受賞した際には、本女とのエピソードが新聞に取り上げられた。また、当時の天皇に謁見したエピソードなど、いくつかの記事は、講談社のサイト、現代イスミデアにも転載されている。年会長を務めた2013年の日本、分子生物学会第36回年会の企画として、 日本の科学を考えるガチ議論というサイトを設立。近藤は2017年3月まで代表者を務め、同年4月以降は宮川強が代表を務める。これは日本分子生物学会とは直接の関係はなく、年会以後はサイエンストークスのサポートで運営されており、2019年現在は帰ってきたガチ議論というサイト名になっている。 2013年に近藤は、鉄像問題にもっと怒りをというトピックを作成。このサイトは、通称、ガチ議論サイトと呼ばれており、研究不正についての疑義が多数寄せられ、ネイチャーの記者も参考にしたという。また、2015年には、文部科学省の政策、選択と集中について、同省の官僚にインタビューを実施。同省の官僚も、 本サイトに出入りしていると言われる。キリンのブチ模様はチューリングパターン。マスクメロンの表面は平田模様。昭和初期に物理学者である平田森さんは濡れた地面が乾燥してひび割れる時にできる模様に着目。キリンの模様もこれと同じではないかと雑誌、科学に寄稿した。これは生物学者の反発を生みキリンのブチ論争として紛糾した。 この騒動は平田の死である寺田虎彦により人生化した。平成に入ってから1996年の科学で物理学者の笹新一がチューリングパターンであることに言及。翌年の1997年に動詞上で近藤はチューリングパターンや反応拡散波について解説を加えるとともにマスクメロンの模様が 平田の指摘するひび割れの模様そのものであると補足した。2014年に岩波書店から出版されたキリンのブチ論争と寺田寅彦には平田や寺田の記事とともに近藤の記事も掲載されている。戦略的創造研究推進事業クレスト。ありがとうございます。